からすり抜けしてきたスクーターがそのままバッカーン薄いって、吹き飛ばされたほんまに。まあそれでもあれや、あのスライダーがあったんで、あんま騙しやったよね、うん、あの多少あれや、あのカウルは少しあの、うん、あれあのカッティングシートあたりがベロッといったぐらいやったけど、あなるほどなるほど。まあそれでまああと2人乗れば普通の人に別になかったと思うんだけど、なるほどなるほど。まあでも逆ザルやからな、一応もう全部生まれや、全部生まれちゃって助かったけど、勘弁してくれたほんまに。スイカが上がったとこやのにな。まだ20代のお姉ちゃんやったわ。あ、それは言われへん。ビッグスクーター原付き？いや、250のフュージョンぐらいやったな。ああ。で、まだ結構な、元気よく走るようなタイプやったんよ。ああ、なるほど。もう途中するにてかなりええペースで通ったから、なんか嫌な予感をしたんよ、うん、だから少しあれで、あの前に行って避けとこうかなと思って、うんうん、で、前に出てそれでもう一旦止まって、うん、で止まると同時にもう信号が青になったから、うん、あ、これ早く出ねえならんと思ったけど、もう遅って、それがクラッチ繋ぐ前にもうバコーってなると思って、どっちみちその女の子はあのこれにおかませんやがっても他のバイク、他のになんかおかましとるやろな、かもしれないけど、そのタイミングだったよ。あの国道2号線のもうあれや、もう3車線のもうど真ん中よ、あーどうしようもない、後ろの車がうっかりしとったらもうやたられとった後やったからね、そうそうやな。気をつけてな、ん、気をつけてね、はいよ。まあ、ライダースカフェいうか、うん、まあ、そこの人も帰るときには同じように撮ってくれるなという、あ、ほんまに、うん、本務番いうちょっと変わった名前のとこなんやけど、動画でお見送り動画、うん、動画もあるし、それからあの静止画にして、それであの店内にあのどういうモニターを置いて、はいはい、でこれ何月何日何月何日のお客さんにてポッポポッポそれをもう流したりしよう、だからうちもモニターを昔から置いたんねん、設置してないだけただな、内容が多いからさ、どうしようもないねんさ。あの、ジャガジのところはあれなんだけど、土曜日、日曜日しかも営業さんのところで、あ、そうなんや、うん、もうそれこそもあの、ヤガゲの土屋へ、そのあのうちの店でしょ、あれのもうど真ん中でな、うちの店のことしとった、まあ一応宣伝はしとった、あ、ありがとうございます、うん、あのほら今年で撮ったあの、うん、ライダースカルト、はいはいはい、まあ関西の方ではこんなんございますせー言ってモーターサイクルショーで戻ってきて、あれを一枚持ってってった、はいうん、気をつけて帰りね、行けよ、you